どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。皆さんご存知の通り、ゆうこるはモンスト超絶初心者です。もうほんと初心者で、みんなの力を借りてね、今進めてる状況なんだけど、今回はですね、とある企画を思いついたのでやっていこうと思います。まあ、ゆうこるチャンネルプレイ5日目なんですが、ちょっとね、僕の彼女がですね、僕より後にモンストを始めたと。で、本当にモンスト知らないんですよ。俺よりも知らないのね。ということで今回の企画は、俺の彼女にミリ知らしたら意外といけるんじゃないかということで、今日はもう全く知らない彼女に対してモンストを知ってるかのような口ぶりで実況していこうと思います。で、まあ、今日は鬼滅の新降臨がちょうど来ているので、鬼滅の新降臨で遊んでいこうと思います。まあ、詳しい内容に関しては多分動画を見てもらえればわかると思うので、こちらをチェックしてほしいなと思うんですが、まあ、今回は実際にね、全く知らない彼女に対してすごい知ってるかのような口ぶりで話したら騙せるのかということで、まあ、というより騙せるのでやっていこうと思います。はい、ということで本編やっていきましょう。ちなみに星玉が溜まってたんだけど、誰だから。じゃあまあ実際にね、やっていこうと思います。はい、でまあ、ちなみにね、これ 3P、4P ってあるんだけど、これは基本的には俺のサバーカで参加してる。だからこれ普通に俺のサバーカ2つとも、結構もう普通にサバーカでやってで、チャーヤっていうキャラはまあねずこ炭治郎の次ぐらいには強いかな。環境で言うと、まあまあまあ、結構トップ3ぐらいに入るんだけど、ねずこ炭治郎が今1位なんだよ、環境で。だから、まあまあまあ、ぼちぼちぐらい。でこう。で、まあ、ちはやは、当たるだけで、いい。はず。まあ、まず、このザクを処理するんだよ、こうやって。普通に。ザクを処理する。でね、敵の HP が結構高いんだけど、これはひたすら殴って削る感じ。いいね、まずはザクからね。うまい。まあまあまあ、でも、まあまあよ。それぐらい調子乗っちゃダメ、全然。結構今のは俺が元から削ってたから。っていう、これは普通に、ちはやっていうキャラクターは、ねずこ炭治郎と組み合わせると攻撃力が上昇するっていうのがあって、それで、まあ、普通に、パンパンできるんだよね。うん。それは知ってた？知らないよね。そうだよね。うん。全部教えてあげるからな、俺が。これはね、玉ねぎをね、しばく。玉ねぎをしばく。理由はね、玉ねぎはね、美味しい。あ、地雷をちなみにね、爆発するとね、死ぬ、即死。絶対に取らなきゃダメ、全部。これは結構モンストの常識。あ、やばいかも。あ、やばい、伏せろ。あ、危ない。結構今日は小さい地雷だった。なんかランダムで大きい地雷もあるんだけど、今日は大丈夫だった。これだからねずこ炭治郎とチャーがいるから強いんだよ。どういうこと。で、この真ん中のやつは結構倒すのは難しいんだけど、あ、任せて。これはこんな感じかな。よしよしよし。で、ボス？ボスだね。そう、もちろんボスなの、これで。これはもう絶対ここでボスなんだけど、ここはね、とりあえずまず周りのね、やつらをね、ボコボコにするのが大事。どこで？深い。うまっ！俺よりうまい。よしよし。で、ここは絶対 SS。まあね、SS でね、チハヤフルなんだよね。うんうん、普通にワンパンは当たり前。チハヤフルっていうのは、元から100人一首にあるんだけど、チハヤフル、チハヤフル、フル、チハヤフルっていう。それの
元にしなった SS、 こっちからできた配置が、こっちが、あ、でもちろんこれもワンパン、こっちハヤフルの SS の力で、で、俺も多分最後ワンパンできると思う。これはね、何よ、多分これで結構削れるから、で多分これでワンパンできるかなと。ドライクショット、何これ、なんかわかんないけど、え、よしで勝ったと。どうだった、普通に俺がうまかったから勝った。そうだよね、そうだよね。でこれクリアすると結構報酬がもらえるので、石5個ももらえるから、でこれでガチャ引けるんだよ。ちょっと参考になった。さあということで、今回ですね、彼女とモンストしてみたというね、あの謎動画でした。まあまあ、あの後ね、彼女にね、ちょ言ったらね、いやもう本当にモンストしててすごいね、どんなゲームもやってるんだねって言ってました。まあそうですね、はい。まあ、企画としては、まあ、成功か失敗で言えば成功だけど、視聴者に対しての動画で言うと、大失敗かなと、思っているので、おまけでですね、モンコロを引いていこうと思います。はい。で、モンコロを引くことで、ちょっと動画として最後ね、成り立たせようかなと思います。ちなみに、俺のモンストガチ勢勝者に聞いたところ、モンコロは引かなくていい。ゆうころさん、絶対に夏休みガチャか10周年ガチャを待った方がいいですって言われたんですけど、まあ、ちょっとあまりにもこれだとオチがないので、ちょっとモンコロで神引きしてオチを無理やり作ろうと思います。どうやらですね、最初1回目のモンコロの引きが、なんか限定っていうのがいっぱい出たらしくて、まあ悪くなかったらしいんですね。だからこっちでも頑張っていきたい。やばい、マジやばい、これはマジやばい、やばい、これマジやばい、これマジやばい、もうこれは本当に史上初オチがない動画になる。いや、逆に星4を40回引いたらオチがある動画になるかもしれない。本当は引きたくないよ。俺は視聴者の言うことしか信用しないから、視聴者的に引かない方がいいよって言ってる人で引きたくはないんだけど、泣きながら引いていこうかなと思います。はい。なんか10周年ガチャとかは上位100体だけが出るガチャとかも出るらしいんだよね。なおさら引く必要ないんだけど。え、待って、本当に星4しか出ない。え、本当に本当に星4しか出ないことある。え、え、お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 、俺ね、これモーセって知らなかったんだけど、モーセはね、俺名前聞いたことあるんだよね。これでしょ、これね。この携帯が強いよね、絶対に。こっちよりも絶対右の方の携帯が強い。モーセはね、さすがに俺も知ってます。モーセ2体目使うんかな？なんかモーセが適正なダンジョンがあればね、結構良さそうだよね。モーセってでもちょっと前のキャラのイメージがあるんだけど。あんま最近のキャラのイメージはないよね。いや、やばくね？マジで星4。出すぎだろ。止まれ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 。おい。は？え？何このゲーム。やばすぎん？30連してモーセ1体ってやばくね？ 12% って書いてあるんだけど、確率。あー？おい、頼むってマジで。おい。おい、デブ。はいはいはい、よくわからんけどいいね。いいよ。まだ止まろう。おい。弱いやん。